さぬき市でうどん県ならではのスイーツが登場しました。カラフルで SNS 映えも意識した新商品です。さぬき市の津田の松原サービスエリアで誕生したのはうどんぜんざいです。丼にはパン玉分のうどんと小豆たっぷりのぜんざい、トッピング用にきな粉と香川県の郷土菓子おいりがついています。ぜんざいといったらお餅が入ると思うんですけど、お餅も、うどんも食感もよく似てるということで、今回さぬきのぜんざいを販売することにいたしました。お客様の方でご自由にトッピングしてお召し上がりいただけたらと思います。トッピングをするとカラフルで可愛らしく、 SNS 映えを狙ったメニューになりました。このサービスエリアではこれまでもうどんバーガーやうどん恵方巻きなどユニークなメニューを開発し、うどんの PR に力を入れています。このうどんぜんざいは来月10日までの販売で、好評なら夏には冷やしぜんざいも考えたいとしています。